はい、タチャハオ、こんにちは、シャメイです。本日はファイナルファンタジー14グレンドリベレーター編第198回配信を撮っていきたいと思います。さあ、前回アラミゴの正門が開きました。ピピンさんの話を聞いていこう。ここに来てドマの民の助けが入るとは。しかしおかげで突破口を開くことができた。いよいよアラミゴ奪還作戦、ラールガーの戦星も大詰めだぞ。コンプリート。この間はさすがに一緒かな。でピフィン殿に話をしていきましょう。あ、文脈だ。おやこのイラス絵はレベル70クエスト、グレンのリベレーター。アラミゴ縄文前の仲間たちはアラミゴ奪還に向けて最後の戦いを始めようとして。部長、全ての準備は完了した。これよりアラミゴ都市内へと突入を開始する。ジェリーフィッシュ殿も冒険者部隊を率いて攻め入ってくれ。目標はアラミゴ王宮内に立てこもっているとおぼしき敵将ゼノス・イエガルバスだ。おや、ここで突入でいいのかな。グレン決戦アラミゴ、開いてしまいました。この先北側行けてないんだけど、ちょっとね、北側に行けるようだったら行きますかね。グレン決戦アラミゴのコンテンツの方は、次回か次々回やっていきたいかと思います。ではエリアの北側に向かいます。さて、マップ上のこの、こっちだと北東の端かな、やってきたわけですが、こっから行けるのかな、こっから北に。ちょっとね、フィートがちょっと邪魔というか、なんというか。横を抜けてきますよ。あ、北に行けるっぽいな、これで。あ、これでクエストが。おお、なんかすごい場所がかっこいい。城壁だけ残ってる感じ。いや、アラミゴの城壁の一部なのか。ここも広いな。じゃあ不滅隊の兵卒さん、いや、ジェリーフィッシュ中華市ではありませんか。ダントニュエル大河市から援軍を送るとは伺っておりましたが、来てくださったのがあなただったとは。ちょうど露覚した魔導アーマーを起動させることに成功したところでしてね。こいつで目標を破壊しようと思っていたところなんです。そういえばジェリーフィッシュ中華氏は魔導アーマーの操縦経験も豊富でしたよね。ぜひ操縦士役をお願いいたします。攻撃目標は周辺の3カ所に分散配置されています。地図に印をつけておきますので、すべての無人型魔導兵器の破壊をお願いいたします。それでは魔導アーマーにご登場ください。ご武運を祈っております。待て待て、ご登場したが、地図の印、これは違う、これか。ちょっと待ってよ、一箇所でいいの。こっち側で。こう行ける？あ、斜面になってるから大丈夫ね。これの、ん？そういうわけじゃない。
以上でいい。違う、上もある。順番に現れるやつだ、きっと。そっか、本来はあれかな、右のやつで足止めしといて、あれなんか当たってなくない？なんか斜面だとちゃんと当たらなくてないっぽい。発動できてない。なんか出てない。なんかおかしい。でも当たってないよ。あれ、やっぱ斜面だからダメなのかな。あれ、このさらに、よしよしよし、おるおる。そっか、これ設置できてないのかな、なんかわかんないな。
よく劣ってない。なんで？俺当たってないよね。なんで？これしか当たらない。はて。あれ当たるときと当たらないときがある。があると当たらないとかかな。やっぱ当たらない。あ、やっぱり近いと当たる。意外とじゃあ長距離だとダメなの。よしよし。はあ結構神経使ったな。もう降りて大丈夫なのかな。窓アーマーだとかなりの距離ジャンプしても大丈夫っぽい。でもあんまり高いとこから落ちると死ぬのかな。ダメージは受けて。よしよしよし。敵が強そうなんだよねこの辺。なんか降りて大丈夫かどうか分かんないから一応乗ったまま。ここで降りてクエスト失敗ってなったら嫌だもん。この辺におらんかったっけ。あ、おったおった。はいはい、頑張ってきたよ平素さん。あ、もう降りてよかったんだ。はい、お見事な操縦ぶり。あなたの活躍は聞いておりましたが、まさか噂の方が控えめだったとは。ご協力感謝いたします。撤収準備が整い次第ポルタプレトリアに帰還しますので、ダントゥニュエル大河氏殿への報告を先にお願いいたします。うん、報告をしたいところは山々なんですからね。せっかくこっちに来たのでマップを開けつつですね、この辺の観光をしつつ。待ってよ、もう風脈がクエストの2つのみだね。ですな。これもうパリンと風脈チェックする必要もなく。待ってえ、なんか洞窟みたいなのある。道はこっちにあるけど通れそうにないね。ここは通れる。あ、通れるっぽい。レッシの死。あ、これが噂のスペクター。ちょっと待って。普通に討伐でいいのか。じゃあ倒していきますよ。なんでみたいな。なんでっていうかゾンビっぽいか。これを4とか結構浮かばれない魂が。多いんだね。多いっつっても4体か。
4体なら大したことないのか。こっちにもいるのかな。こっちは壁だよね。こっからここ道はっぽく見えるけどないよね。これ行くんだろう、あれ。もうちょっと進んでみる。あ、別に他にもいっぱいいるのか。指定でなんか4体だけおるのかと思ったら、そういうわけでもない。それでいいんですか。じゃあ本当に浮かばれない魂だ。めちゃめちゃここにいるけど、とりあえず4体っていう感じですね。はい。ここの向こう側行けないのかな。そこで道あった。ちょっと待って、道はない。行けないのかな。もうあとは飛べるようになってからかな。いけないもんね。ひょっとしてうまくするといけたのかな。まあいいや、とりあえず後でマップ目に来ようか。ちょっと待ってよ。今上か下か迷ったけど、どっちでもいけた。これ直線って感じかな。なんだかんだで。よいしょよいしょ。抜けました。あとはこっからこう来れるかどうかを確認したい。ここ何するんだっけ。ちょっと待ってよ。資料は OK、 もう報告だけ。あとは魔法生物と魔導アーマーはあったので、狩り場、ここか。狩り場で何をするって。この辺何するって。ペザントの羽を集めてこいってやつだったっけ。ペザントの羽を4つか。ぱっと見ね、全然見つかってないんだけど。とにかくこのエリアの中でどっかにペザントの羽があるね。けどこの距離はきついですよね。これは酒だれん戦いということで。好きに羽を。
羽を。で、他の羽はあと2枚。意外と見つからないもんだな。あ、ここは場所的にいいんじゃないかい？あと1枚。とりあえず外枠から探していこうか。中の辺かな。あった、見えた、あそこだ。オッケー、これで完了。いいぞいいぞ。あとはこの塔の上の魔法生物だけです。塔どこ？あ、ここか。行けないんだけど、ちょっと頑張ってみる。あとここの南って行ける？ここ。あ、行ける。行けるし、道がつながっている。つながっているが、目的地には、ここには行けそうにないな。よし。というわけで、また、戻りますかね、こちら。ポルタプレトリアまで。では、ワープ。さて、ポルタプレトリアまで戻ってまいりました。クエスト報告したら、3つかな。3つ報告したら終わっておきますか。任務の報告を、と言いたいところだが、ここに戻ってきたということは成功したのだろう。協力してくれて助かったぞ。しかし魔導兵器の扱いには毎回頭を悩まされるな。回収するにも処分するにも一苦労といったところだ。どれほどの魔導兵器が残されているやら。だが戦争の当事者としては目先のことだけではなく将来を見据えた対応をせねばならないからな。とにかく今回の件はご苦労であった。いえいえ。この下か。ん？ちゃうな。あれ？どこだ？あ、スプリアさん。だいぶ置いといたね、クエスト。シュー、ペザントの羽が見つかったか。なんと美しい羽だろう。解放軍の人の話ではあの鉱山は名の通りアラミゴ王族が狩りを楽しむために管理していた場所とのことだ。例のフェザントは異国の貴族から王へと送られ狩りの獲物となるよう山に放たれて繁殖させたものと聞く。その羽は強靭ながらしなやかで矢羽に使えば的を外さぬ最高級の矢となる。そのために多くが狩られ今は数を減らしているのだそうだ。わらわとて無駄な殺生は好まぬ。落ちているのなら有効に使わせてもらうだけのこと。早速これで矢をあつらえるとするか。まがい者の微心を打った人の声よ。わらわの願いを叶えてくれて感謝する。コンプリートスタート。これ一個下のところだね。下の陣営地みたいなところ。ベザさん、冒険者様ありがとうございました。私の父はこの地が帝国軍に支配されていた時彼らに逆らって殺されたのです。墓を建てることは許されたのですが聖堂教の教えに従って父の魂を弔うことはできませんでした。その後父の墓の近くでスペクターの姿を見たという噂を聞きました。あの時帝国に逆らってでもきちんと弔うべきだったんです。ですが私は死を恐れるあまり何もできませんでした。そんな自分がどうしても許せなくて、それから私はスペクターを沈める活動を続けているのです。冒険者様ご協力いただきありがとうございました。コンプリート。文脈これで開けれるものは全部やったかな。こっちに行けないんだよね。
ここもちょっとなんか道が分かんなかった。こっちは空いてるので2カ所だけかな。こっちのエリアとこの北のところ。というわけで今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。次回は1個残っているサブクエをやったら探検手帳の方を埋めていきたいかなと思います。では失礼します。